女装ドラッグアイドルロビンソワのソワソワラジオ。この放送はエンジョイ沖縄ダブルゲアの提供でお送りいたします。皆さんこんばんは。はい、なんか入った。どんなノイズ来たよ、ノイズ。亡霊みたいなのがバーって。びっくりした。今日は、11月の8日、日曜日、はい、午後9時半を回りました。はい、第32回、女装ドライガイドル、ラビンサーの、そうそうラジオの時間となりました。イェーイ、はい、この番組は、LGBTQ のあれこれをお話ししちゃう、きっとすっごく楽しい情報番組です。そして、日曜ゴールデンタイムを彩るのはエロボディ担当インスタ映えのロビソット、魅惑のテクニシャン宮城フェスティバルです。イエーイ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まっちゃんさんは、もう言っちゃったけどね。はい、あのゲスト今日はですね、あのゲストさんに、はい、まっちゃん呼んでます。はい、よろしくお願いします。急遽ね、あのどんなねってか時間あるって言って、うん、あるよって言ってから、じゃあ出てって言ってから、うん、急遽ね、うん、あの夕方の番組からね、うん、はい、またお邪魔することになりました、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、そわそわラジオでは皆さんからのメッセージを募集しています、うん、番組への感想や質問やご意見何でも OK、はい、メールアドレスは 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp となっています。ツイッターではそわそわラジオで検索すると公式アカウントがヒットします。ネットではロビンソワで検索するとツイッター、フェイスブック、インスタグラムでもヒットします。そしてツイキャスや YouTube でのライブ配信も行っており、番組終了後にはYouTube で見逃し配信をしているのでぜひご覧くださいね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは皆さん最後までお楽しみください。楽しみください。はい、じゃあ、うん、まずですね、はい、ツイキャス、はい、YouTube ご覧の皆さん、はい、はい、早速気づいてるかと思うんですけれども、はい、私、はい、そしてあの宮城さんね、宮城フェスティバル君、はい、自分かい、はい、ポッキーとかしてます。はい、だからさ、頭に、ね、ポッキーぶつけてます。ね、はい、なんでこの道拾ってからね、あのゴミ拾いしてるの？そうそうそう。はい、偉いさ。ね、私はあの人生で初めて頭にポッキーつけた。同じく。あ、そうですか。ね、だからミッキーマウスみたいになってるよね。うん、ね、僕ね。そう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 。ね、可愛いさっき言われたんですけど。なぜかって言ったらね、うん、今度の水曜日に11月11日ポッキーの日っていうことでね、はい。すごいです。その前のラジオ番組で、はい、じゃあ今日は。ポッキー女装しようと思って、あ、なるほどね、行ってみました、うん、はい、素晴らしい、素晴らしい、そうそうそう、はい、おすすめです皆さん、ね、実はね、はいはい、あのね11日ほらポッキーの日ってやったでしょ、うんうん、もう一つ大事な日があるんだよ、わかる、何わかる、何わからない、あのね介護の日でもあるんだ、あ、びっくりした、そう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 、なんでまともの方でよかったまともさ、当たり前ラジオだろうなって、なんでもじゃなかったなと思ってあのね介護の日ということで、そう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 、うん、だからあの介護従事者だとか、うん、介護に関してのことだとかを、うん、あのねちょっと考えようっていう日になってるのが、うん、11日でもあるんですよ、うん、そうそうそう、じゃあ私、じゃあまーちゃんを介護する、あ、そうです、そうです、そうなんですだからそのために呼ばれたのかなと思ってねそうだから、あなたたちはほらポッキーの日でしょ、うん、私介護の日だからかなと思って、あ、ありがとうねと思って、かこんなに思ってくれてるんだねと思い知らなかったから、うん、もう感謝の思いで今日は来ましたよ、はい、あ、アランバイちょっと違うあ、違う、あ、そうね、あ、違う、そうです、違うと思うよ、白状やつだよさあ、はい、今日はですね、あ、まずあの LGBTQ のお話に関しては、トランスジェンダーについてちょっとお話していきたいなと思います。あのまーちゃんね、トランスジェンダー、まあ当事者、まあまあに、まあ属はしますね、はい、ということでいろいろねお話根掘り葉掘り、あの掘り倒していこうかなと思いましたので、はい、よろしくお願いします。そしてあの私たちね、あの重大な報告がありますね。なるほど、はい、去る火曜日、はい、11月3日、はい、だね、あの NBC、 そう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 、 NBC で、あのステージショーを行いましたけれども、ね、あのまーちゃんも一緒に出て、はい、であの
メイ君がサポーターにね、うん、入ってくれて、もう素敵なアングルで動画を撮っていただいたので、ね、いえ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 、とんでもない、もう感動しまして、うんうん、みんなお疲れ様でした。本当にありがとうございました。皆さんね、本当お疲れ様でした、はい、うん、あのジュリアンのオーミンもね、オリビアも、はい、そうです、あの他のオールスターがね、サポーターもみんなもね、うん、本当に、うん、もうみんなであのやったからこそできたね、そうですね、あれはイベントだったので、あの個人的にロビンソアさんとは、うん、もう約10年近くですかね、うん、あちこちでイベントだとか、うん、はいはい、こういうところをね声かけてもらって一緒にね、うん、やったりとか、あのもちろん沖縄市でも銀天街でね、うん、あったりだとか、うん、一番街でだったりとかで、うん、いろんな、あの各地で、そうそうそう、各地でね、うん、いろいろ呼ばれたりとかいろいろやったことがあったんですけど、はい、あの個人的に、うん、あのそのロビンソアさんのショーを見るってことが、はい、なかったんですよね。やっぱこれ共演してるから、うんうんうん、私が出てる時にはロビンソアさん準備してたり、うんうんうん、ね、また裏方に入ったりとかっていうのがあったので、もうあのまじまじとロビンソアさんのショーをこう見るってことがあんまりなかったんですよ、はいはい、でも今回はあの最後にね、あのスクリーンに、ね、はい、浜崎あゆみさんの歌をの、ね、あの PV を、ね、やって、うんうんうん、ウェディングドレスで、ね、やった時に感動しましてね、あら、本当、ね、本当にあんな、ね、素敵なショーを、ね、されてたんだなと思ったら、うん、もう私もね、あのうるってきて、でこういうね、まあ、もちろんね見てくださった観客の皆さんも本当にね、あのあそこまで皆さん一丸となって支え合いながらやってるステージっていうのが、うん、もうすごい素敵でしたっていう感想もたくさんいただいて、だからもう本当にね、あ、もうここまでいい人にやってきて、なんかね、もう、まあね、いろいろ年月もあったり、いろんな、ね、こともあったりとかって思い出しながらの今回のねイベントだったので、感慨深いものがありまして、そうね、そうですね、だからすごい非常に、うん、なんか今までのショーとはまたちょっと違った、感覚でなんか参加してたり、うん、またそれが見てたなと思って、なんかほっこりした気持ちになりましたね。大変素敵でした。ま、うん、ね、あの日にちがこう決まってから、うんうん、当日までが1ヶ月はもうとっくに切ってたから、あ、もうなかったですね。そうそうそう、だからもう、そうそうそう、告知もね、あの、そうなの、まあ、ちょっとあのあまりなくって。でなんこんな状況だけどどんだけね来てくださるのかな、お客様たちと思ったけど、結構ね、あの思いのほか、本当に、ね、来てくださって、席がね、はい、普段400名入るところなんですけども、はいはい、まあ、この状況なので、うん、100名に限定して、うん、で実際準備されてた席は80席ぐらいなんですって、うん、でもし追加でっていうことであれば100席にしてやります、100席はまでは対応できますからということでやってて、うん、そしたらほぼほぼ満席、うんうん、100近くやるして、うん、もうすごい嬉しい、ね、うん、はい、会いたいますね、ありがとうありがとうね、ギャラリーさんたくさんいますね。ね、はい、どうもどうも、ありがとうございます。ありがとうございます。で、そういう形でなってたので、うん、もう本当に、うん、もうまたね、なんか長場で、ね、うん、ちょっとね、この状況だからどんなかなと思ったんですけど、うん、本当に皆さん楽しんでね、うん、写真撮影もたくさんしていただいて、ね、うん、ね、ぜひあの、ね、写真撮った方、待ち受けにしてから、眉受けにしてくださいね。はい、効果ありますね。そうそうそう、本当本当ね、そう、疫病か何からね、引き寄せないように、うんうん、そう。今の話題のもうコロナもね、そうそうそう、そう、ね、そうなの、そうなの、うん。だから引き寄せないためにね、うん、自分の身は自分でしか守れないから、うん、ぜひこの眉受けを使って、うん、待ち受けにしていただけたらなと。思うんですけど、でも ね本当にこんなにね応援してくださる方がいるって心強いですよね、うん、ね、本当、うんうんうん、ありがたくて ね本当にだから一緒にやっててね、うん、すごい良かったなと思ってね、うん、もうなんか本当に感慨深いなと思いました。会場もねまた結婚式場とかのステージだから、せっかくあ大きいあのステージだし、そう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 、2階の方もねあの通路があるじゃない、ね、そうそうそう、使ってね、あっちもせっかくあるから、うんうん、もう使いたいなってめっちゃ思ってて、一番、うんうん、私たちのショーで見どころでもあったし、うんうん、まあね、観客の皆さんも良かったって言ってくださったのが、うんうん、いわゆるほら普通ステージと客席ってやっぱりね離れてるから、うん、はいはい、そうね、ステージのパフォーマンスの方ってステージのみ使うんですよ、うん、私たちはほらあっちこっちから出てきたじゃない、はいはいはい、下から上からなんて、うん、それ観客も回ってたじゃない、うんうん、それが非常に良かったと、うん、やっぱりね、うん、そうそう、で普段はこの
イベントとかでも私たちもそこに入っていって握手したり、うんうんね、場合によってハグしたりとか、うんうん、でこういうのやりながら、うんうんうん、こうね、うんうん、もう客席に入っていくっていうのはあるんですけど、うんうんまあ、今回こういうね、まあね状況なので、うんうん、直接触れ合うってことはもうなかなかできなかったんですけど、まあねうんうんうん、だけどもうそこがこう通るだけでも、うん、やっぱりあ身近に感じられたって、うんうん、こうやって、ね、近くをねこう練り歩いてくれたっていうことが、うんうん、やっぱり良かったみたいで、うんうん、結婚式場でやってるなって感覚がやっぱり、うんうん、お客さんもあったみたいで、うんうん、そこはもう好評でしたね、うんうんうん、よかった、そうそうそう、うん、楽しかったねでもね本当に、うん、ね、うんもう短い時間でねまた練習時間も日曜日ぐらいしかなかったからねから、うんうん、少なかったけどそうそうそう時間もね当日もあとあの朝ねもうすぐ9時そう9時をちょっと過ぎたけどまあ基本9時そうそうそう9時入りしてそうそう9時入りして、ね、そうもう大変でしたよ、はい、そう、うん、だから終わってから大変だったの私がもう終わってからそうあのアナヒール入ってるさ久しぶりに、はいはいうんうん、翌日からね翌日筋肉痛始まって、ね、そう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 筋肉痛が始まってさこうやってやりしてるから、うん、大変だねと思って、うん、そう、ね、やっと昨日ぐらいから落ち着いてからあれでしたけどそうそうそう響きましたよ、うん、そうそうそうまだねだからこの腰のあたりまだちょっとジンジンしてるんですよ、そうそうそうだけど、うん、もう喜んでくれてるんだったら全然いいさと思って、うん、そう身を粉にしてね、うん、ね、 そうねどうぞ提供するってこういうことだぞと、うんうん、いうことをね、はい、そうそうそう、ね、できたらなと思って、うんうんうん、でも本当にいい機会をね与えてくれたなと思って ね、 ね、 ねあの今回来てくださった皆さん、はい、本当にありがとうございました、ありがとうございます、はい、またステージねやるときはもう絶対あるので、うんうん、そうですねまたね、はい、今度余裕を持ってねそうですね告知できたらなと思います、うん、でまたあの皆さんの本当に地元とか近くにもね、うん、あの足を運んでね、そう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 、またねあっちこっちねあの行けるようにできたらなと思ってますので、はい、よろしくお願いします、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、ここで中盤に仕掛かり、はい、あんたのコーナーよ、はい、僕のコーナーです、います、この曲聴いてレッツフェスティバル、イエーイ、パフパフ、今日はねまーちゃんゲストということで、はい、まーちゃんからまあリクエストいただいたんですけど、米津玄師さんの海の幽霊っていう曲を、はい、去年にこれリリースされて、怪獣の子供っていうあのまあアニメ映画があって、それの主題歌なんですけど、映像美がとっても綺麗なんですよ、うん、で映像美が綺麗 で米津さんの歌も私はあの最近よく聞くようになって、まあレモンだとかパプリカだとかね、で最近だと嵐のねカイトっていう歌もね有名ですけど、これもねまたいいなと思ったので、今回ねちょっとこの、 あの夏のね暑さを感じつつ、次 の、 あの景色というかね四季をまた思うね迎えるような、その時期で今の時期に沖縄のねこの時期にぴったりかなと思ったので、いいよね、はい、それで、はい、うん、リクエストさせていただきました、はい、ありがとうございます、はい、じゃあそれでは聞いていただきましょう、はい、米津玄師さんで海の幽霊です、どうぞ、はい、ロビンソワのソワソワラジオ、ハムハム、はいはい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、いい曲でしたね、いい曲でした、はい、陸の幽霊、空の幽霊、はい、あちこちいきますよ、はい、どうぞ、はい、ツイキャスから、はい、あの虹色チラーズ研修生のジョアナちゃん、はい、応援してます、ポッキーって、はい、ポッキー、はい、ありがとう、めっちゃ暑いですけどね、あんたも今日ね事務所来たらね、うん、いっぱいお菓子あったのに、そうそうそう、ポッキーあったね、そう、そしてちゃんおかさんから、はい、お茶10杯いただきました、ありがとうございます、ありがとう、はい、まず3杯ずつ飲んで、そう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 、1杯はじゃあ分けようか、分けようね、あと、うん、でじゃあストロー突っ込んでチューチューしようね、そうですね、はい、ということでですね、はい、大事な大事な LGBTQ のお話、はい、今日はのトランスジェンダーっていうことなんですけども、はい、じゃあまーちゃんさん、はい、トランスジェンダーとは何ですか、ですね、これはある雑誌の方に詳しく載ってたのをちょっと切り抜いて持ってきたんですけど、はい、性自認、まあ、自分自身の、ね、はい、性別が生物学的、まあ、生まれた時の性別と一致せず、割り当てられた性別、例えばこの生まれた時の性別 に、はい、の枠を超えようとする人のことを言うそうです、なるほど、うん、なので例えば生まれた時に男の子だった、はい、うん、だけど
自分の性自認、うん、感じてる、ね、性別が女の人だっていう場合は、うん、MTF、うんうんうん、メールトゥーメール、うんね、でそれ逆反対の場合はフィメールトゥーメールということで、うんうんうん、ね、言われてるのが、まあ、一般的になトランスジェンダーというふうに説明になっております、うんはい、トランスジェンダー、うんうんうんから結構また枝分かれしていくっていうことよね。枝分かれはありますね。あのね、うん、あの私はトランスジェンダーではないから、はい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 、やっぱりその一般的には、うんうんうん、LGBTQ とかって言葉が、ね、まとまってあるから、あのストレートの方たちは、はい、一括りに多分見ると思うんですけど、あの内側からの、ねはいはい、人からしたら、ね、やっぱり分かんないんですよ。ああ、うん、そうね、うん、自分は違う、そこじゃないか、はい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 、か私でも結構あのクエスチョンなね、うん、ことはたくさんあって、うん、例えば、まあ、それは多分お互い様じゃないかなと思いますよ。あ、それはね、うん、そうよね、そう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 、うん、え、じゃあトランスジェンダーっていう方たちっていうのは、はい、例えばどういう方がいますか。まあね、あの基本的に今言ったみたいに、うん、生まれた時の体のとこの成長するにつれて感じてくる性別っていうのに違いがあるっていうことがまああるので、で本当にもう違和感があって、もうそれこそもう体を変えたいとか性別戸籍そのものを変えたいっていうふうに意識する方もいらっしゃるので、その場合は例えばあの今のこの中でホルモン療法だとか、うん、そういうことを、ね、まあ、医学的なね、うんまあ、そういうのが必要で、でそれを通してこの体を変えていくっていう風になる方もいらっしゃいます、うんうん、ただ一般的にその、まあね、よく言われてるのは性同一性障害っていう風に言われてるんですけど、はいはい、それ自体は障害ではなくって、うんうん、いわゆるそのホルモンなり性別適合手術なり受けるときに、どうしてもこのお医者さんから、うん、あの診断が下りないと、はいはい、やっぱりこの医学、うん、あの医療を受けることがやっぱできないんですね、うんうん、もうある程度このホルモンとかやっぱり体が変わっていくっていうことは、うん、病院からのもので、あの医療になってくるんですね、うんうん、受診っていう形になるので、うん、その時の診断名として言われているのが性同一性障害。でもなんか当事者の方にとったらちょっと複雑かもね。そうなんですよ、病気じゃないのに。そうそうそう、だから今は少しずつですけど、うんうん、性別違和っていう名前に変わって、ね、うん、それであの取り組まれてるっていう風にね、うん、やっぱりそれは障害じゃないっていう風にして言われてるので、うんうん、ここ数年前からは性別違和っていう風に、うん、やっているんですけど、うんうん、ただやっぱり診断名として、うんうん、そういうのに、まあね、使われてるケースもまだありますよというところが実際のところにあります、うんうん、じゃあ、うん、有名人で言えばカバちゃんとかもそう。カバちゃんもそうです ね、うん、春菜愛さんと か、はい、逆に女性から男性になった方って言いましたっけ、女性から男性になった方はそうですね、まあ、日本の方で言えばゆきちさんとかっていう方がいらっしゃってて、うんうん、お笑い芸人の方だったりするんですけど、うんうん、芸人さんでそういう風に変わったっていう方もいらっしゃいますし、うんうん、あとは杉山文乃さんっていう、うんうん、あの方で、うん、聞いたことあるかも、うん、結婚したり、うん、結婚して、まあ、まあ男性となってですね、うんうんうん、で子供が生まれて、うんうん、生まれてというか子供をね、うんうん、まあ、体外受精でやってっていう形でやった方もいらっしゃいますし、うん、沖縄でもね、うん、そうそうそう、亮斗さん、はい、うん、っていう方もいらっしゃいますし、うんうんうん、なので結構ね、子育てされてる方の、うん、は多いかなっていう印象はありますね、うん、うんうんうん、そうなんだ、そうなんですよ、男性から、まあ、女性になった方で、うん、あれじゃない、もう大御所さんといったらもうカルーセル真紀さんとかね。ああ、そうですね、あの方が一番日本で最初、日本で、あ、もうめ、性別を変更、変えることができますよってなった時の有名人で言えばその方ですね、うんうん、もう実際にはもう今からもう50年前60年前にはやってた方なのね、モロッコで、うん、当時はタイとかそういうところはまだ
そんなになくって、もうちょうどね、エジプトの方かにあるモロッコって国で、あの方は性別適合手術を受けて、そうそう、だけどまだね、医療の方がまだ発達もしてなかったから、やっぱり傷口の縫合がうまくいかなくて、そうそうそう、海ができたりとかしてたみたい、そういう自分でこう取りながらね、そう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 、それをやったっていうのもこの自伝で言ってましたし、でもそれを書いてね、それで来週、はい、15日なんですけども、はいはいはい、15日はもうその FTM さん、MTF さんっていうところでちょっと絞ってなるほどお話ししようかなと思っていま す, です、ね、だから、まあ実際にね、もしかしたら、ジュリアンが、まあ、ゲストに出るかもしれないんだけど、その時に、FTM の方をちょっと連れてくるとおっしゃってました。わかりました。ということで、11月15日も皆さんお楽しみにしてください。わかりました。そろそろ終わりが見えてきました。はい、見えてきましたね。あっという間でした。あっという間ですね。本当ですよ、もう。マコ。ミセスです。ミセスマコ。もうどうでもいいよな。はい、じゃあ、はい、来週ね。はい。15日はまだね、虹色チラーズ、まーちゃんから話すこともいろいろあるので、楽しみにしてください。はい、お願いします。はい、この番組は、エンジョイ沖縄ダブルギアの提供と、お相手はロビンソーと宮城フェスティバルとマーちゃんやイビータンでお送りしました。バイバイ。はい。